の七瀬が地元で卒業ライブ。来年、2月、京セラドーム大阪。乃木坂46西野七瀬、24、の卒業コンサートが、来年、2月に地元の京セラドーム大阪で開催されることが、22日、わかった。デビュー7周年を祝う、セブンスイヤーバースデイライブが、2月21日から4日間同所で行われ、最終日の同、24日公演が西野の卒業コンサートとなる。いつかここでライブができるように頑張ろう。と、思っていた場所で最後にライブができること、すごく嬉しいです。と喜んだ。西野は12年、2月のデビュー以来すべてのシングルで選抜入りし、白石麻衣、26、斉藤飛鳥、20、と共に人気3トップを形成。今年、9月に卒業を発表した。発売初週でミリオンセールスを達成した最新シングル。帰り道は遠回りしたくなる。では、センターを務めている。グループ初の、京セラドーム公演開催とタイミングが合い、大阪出身の功績者の花道が、決まった形だ。乃木坂46、毎年恒例のバースデーライブが、関東以外で開催されるのは初めて。1日、約、4.5 万人、4日間で約、18万人の動員を見込み、過去最大規模の公演となりそうだ。ドームでの4日間公演も初めて。今年いっぱいで乃木坂46としての活動を終了する西野は、初日から、3日目公演までは、出演せず、最終日のみの出演となるという。西野と同じ1期生で、大阪出身の松村さゆり、26、は、バースデーライブを大阪で開催できて、すごく嬉しいです。ついにドームまでたどり着けました。と喜び、地元にいた頃から、たくさん思い出がある場所なので、メンバーと一緒にこのステージに立てることがとても楽しみです。七瀬も最後のライブなので、たくさんのことを噛み締めながら、大切なライブにしたいです。と話した。また、西野は、今までの感謝の気持ちを持ちながら、大事に大事にパフォーマンスしたいです。と、意気込んだ。Thank you.